サロンシネマ1.2は、広島県広島市中区八丁堀にある映画館。映画工業会社の除波級によって運営されている。キャッチコピーは、夢売り劇場サロンシネマ。2014年に、中区大手町の高野橋から現所在地の八丁堀に移転した。移転前後で名称の変化がなかったため、ここでは両館を便宜的に高野橋サロンシネマ。 八丁堀サロンシネマと記載することで区別する。かつて、サロンシネマ1.2は、中区大手町の高野橋と呼ばれる地区にあった。高野橋商店街振興組合に加盟しており、2スクリーンを有した。サロンシネマ1は、日本一広い革張りシートが特徴であり、シート全部には、カウンターテーブルが設置されていた。サロンシネマ2は、松田と共同開発した自動車タイプのシートが、 使用され、天井には、フレスコ画が描かれていた。高野橋のサロンシネマ1と、サロンシネマにはそれぞれ異なる歴史を持っていた。1959年、日活映画の直営風切り館である高野橋、OS がこの地に開館し、1962年には、大英の直営風切り館である高野橋大英が、開館。一時期は、高野橋 OS、高野橋、大英、 東映の邦画風切り館である高野橋東映、洋画のスバルザ、名画座の高野共鳴劇の五館が、現在のサロンシネマの建物がある場所を占めていた。高野橋大映は1972年3月1日にサロンシネマ一となり、1980年には支配人の倉本昇が閉館を検討したが、東京の出版社に勤務していた住岡正明が、 支配人の座を引き継いで上映を続けた。高野橋 OS は1960年代に高野橋日劇となった後、1994年4月29日にサロンシネマにとなった。2014年5月21日の中国新聞の報道で8月末で閉館市,市内に移転することが明らかになった。入居しているビルの老朽化が進み2013年春には、 外壁の一部が落下。補修も限界に来ていた。同年6月24日の中国新聞の報道で八丁堀井の広島東映プラザ8階に移転することが明らかになった。サロンシネマ1.2は2014年8月31日に高野橋での上映を終えた。8月31日の最終上映作品はサロンシネマ1が昭和山郷伝死んでもらいます。 サロンシネマ2がありがたーさんだった。2018年に公開された映画、恋の花シアターでは、旧サロンシネマが劇中の映画館、ピジオン座となって登場している。100の恋上映時に来館した安藤桜2014年6月末より、移転先の八丁堀、広島東映プラザで改装工事が始まった。広島東映プラザ階では年から、 広島東映、広島ルーブルが営業していたが、2009年の閉館後はキテナントとなっていた。当初は移転に合わせて官名を変更する予定にしていたが、同年8月1日に以前の官名と同じサロンシネマになることを発表した。雑席数は、広島東映のあったスクリーンが125席、ルーブルのあったスクリーンが91席となり、東映、ルーブル時代の 約半分に減った。運営母体が同じ発丁座と同様に部、谷京子が内装デザインを手掛け、1階にはイラストレーター、宮崎雄二による映画の名場面のイラストを作画。館内にはビッグフロント広島建設まで広島駅前で営業していた喫茶店、純喫茶パールが出展している。同年9月19日に活動弁し、 沢登り緑を迎えての内覧会が行われ、9月20日にリニューアルオープンした。9月20日の初回上映作品は、サロンシネマ1が、渦ずまさい。11月22日から28日には、サロンシネマ2にて、食と脳の,の映画祭2014イ広島が開催された。2015年1月12日には上映中の、100円の恋の舞台挨拶が行われ、 竹正春監督と主演の安藤桜が来館している。2スクリーンとも、スクリーンから向かって最後部に掘りごたつ席を常備。シネマ2の座席の一部は2014年12月に閉鎖された死熱院新天地で使用されたものが再利用されている。いずれも、サロンシネマとしての開館日計画段階では、各90席の2スクリーン制で、ドンチョや椅子を赤で統一するとした。 運営はもともと、広島駅前の店舗を運営していた人物ではなく、広島地区などで飲食店を運営している、商業芸術が、看板などを継承して運営している。純喫茶パールについて、サロンシネマン以外に、ウジナで商業芸術が運営している24、7コーヒーロースターウジナが、焙煎機などを引き継いでいる。純喫茶全盛期は酒などを扱わない店のことを、 純喫茶と呼んでいたが、現在のパールは種類も扱い、もともとの純喫茶の意味から乖離している。ありがとうございます。